潮騒の音を。夏を教えて。水着ランファマまでおらってバブってじゃんけんぽん、なプリコね、始まるよ。ということで今回は、限定キャラで水着ランファさんが実装されたのでガチャを回していきましょう。さあ、始まるざますよ。行くでガンス。うんだ、まともに始めなさいよ。サイゲの10連目は遊ぶからな、平気平気。宴の始まりだ。20連目、行くぞ。お前も素敵な仲間にしてやろうか。今の私は余裕があるので、なんと食後にプリンを2つも食べちゃいます。お前もプリンにしてやろうか。むむむ。入れたてのコーヒー気候もいかがかな。もにもに来ました。コーヒーいかがかなの後に麦シュワを飲んでるゆかりさんはすげえよ。さて、飲まずにはいられない。そういえば視聴者兄貴たちは水着ランファママを無事にゲットできたかな。まさかこのタイミングで水着ランファママが来るとは。予想外でしたね。でも視聴者兄貴たちも水着ランファママでバブるために引いたとお見通しだ。この人は怪しい変態不審者さんなんですよ。あと配布の水着空花ちゃん、ホットリミットのコスプレにしか見えない。それにしてもさっきから凄まじい速さでガチャが進んでいくね。すいません、ネメリスですけど、素敵な仲間、まだ時間かかりますかね。生配信の方でもコメントが高評価の流れになり盛り上がっていました。鬼、悪魔、ヒロ、倍速編集は投稿者の精神に大きくダメージを与えるモロハの剣なんだ、やめなされ。救いはないんですか。ラッキーアイテムとか。恐ろしく早い100連目、僕でなきゃ見逃しちゃうね。ぐわー。サイゲのガチャは110連目から激アツタイムに入るって巷で噂なんだよな。まあ嘘ですが。うわー、ここまで倍速続きなんて。あまりにエグいガチャはルールで禁止すよね。動画時間が短いからガチャで大勝利したと勘違いした視聴者兄貴ユー。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。素敵な仲間が増えますよ。むむ、逃走チャンスだ。うわー、うわー、うわー、うわー。最低保証が出ていないことだけが唯一の救いでしたのに。その唯一の希望すら奪うなんて、人の心とかないんか。あ、虹だ。おめでとうございます。ここからでも入れる保険はありますか。水着だけどなんだかんだで結構水着キャラも増えたな。ということでこちら、親の赤ちゃんプレイより見たランファママ天井です。あ、また虹だ。200連目で水着ランファさんが来るとかいうさらに追い打ち展開とかないよね。いやー、マジかよー。もう少しこう、手加減とか。これはきっとみんな動画の高評価つけてくれるやろな。この想いは波と歌う。うわー、嬉しいけど嬉しくなーい。生配信のコメントはここで優越高評価がたくさんついて大盛り上がりでした。おい、その先は地獄だぞ。さて、せっかくなのでアニメーション版演出も見てみよう。ママ。むほほほほ。ついでにユニオンバーストも紹介。潮騒の音を響かせて。これが歌の声。好
少し大胆になれたかも。セクシーランファとメメリス。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。チェラリルチェチェラチェチェルポ。